陣内智則です。さあ今回のネタはビデオレターです。このネタはね、自分でカメラをセットして、録画をして、でこうコメントをして、で出来上がったやつを VTR を再生をして見てっていうネタをやってるんですけども、ただねビデオレターの元のね映像がね、まあ15年ぐらい前の映像なんですよね。でこれで撮り直したんですよ、15年後の僕が。だからね、若干老けたやつと若いやつが、ここは15年後の老けたやつで確認してみようって見た時はね、若い僕なんですけど、ここは目つぶっていや分からってるやんっていう、そこはもちろん一切いじってませんから、これはねどうしても撮り直していけなかったのよ。今コロナの状況もあるしね、15年ぐらい前の僕が映像で出てきます。でもそれは今の僕やと思って見てください。全然ちゃうやんけって、そういうボケじゃないからね、これだけは勘弁してください。これ結構思い出のネタでね、日テレのお笑いネタのグランプリ、そうお笑いネタのグランプリっていうのをね、生放送でネタやって優勝して1000万円もらってるんですよね。もらったっけもらったか、このね1000万俺なんか儲てないよ、吉本から入ってる俺まあまあなんせ思い出の一応優勝させてもらったネタなんで、ビデオレターです、どうぞ。よし、これでセット OK やな。ニューヨークに留学してるゆうこちゃんにビデオレター送ってみよう。喜ぶやろな。またビデオレターってのがええもんな。よし、これで録画と。ゆうこ、ニューヨークの生活は慣れましたか？君がニューヨークに留学してもう3ヶ月が経ちました。今日は生まれて初めて君にビデオレターを送ります。伝えたいのは一つだけです。ゆうこ、僕は君のことを心に、いやおかん前とんな、今ゆうこちゃんにビデオ撮っとんねん、いらんことせんぜ、もう向こう行けおかん、入ってくんなよ。ほんまね、いやここでねんな、いや今ビデオ撮っとんねん、いやもう向こう行って、向こう、これ最悪やな、あかん、もこんな送ってられへんわ。あ、ちょっと撮れてんのかな、ちゃんと一回見てみようかな。再生と、あ、撮れてる、あ、綺麗に撮れてるやん。ゆうこ、ニューヨークの生活は慣れましたか？いや、ええ感じやったのに。君がニューヨークに留学してもう3ヶ月が経ちました、今日は生まれて初めて君にビデオレターを送ります。いやよかったのにな。伝えたいのは一つだけです。ゆうこ、僕は君のことを心からおかん前とんな、何してんねん、ゆうこちゃんのビデオ撮っとんねん。ゆうこってあのブサイクな子かいな。そんなことせんで、もう行けおかん、入ってくんなよここでねんな、ビデオ撮っとんねん、もう向こう行って、向こう、いや最悪やなこれ、遅れるかこんなもん、おかん入ってきてぶっ最後な子言うてるし、おじい寝てるし、ここであかん、もう一回撮り直そう、入ってくんなよおかん、おじいも来んなよ、もうここに行くかと。ゆうこ元気ですか？僕はあまり元気じゃないです。君のことばかり考えてもう3ヶ月が経ちます。でも君と見たあそこの桜の木を見ると少し元気になります。最後に伝えたいことがあります。それは前より大きい男になって君を迎えに行きます。愛してるよ。いや恥ずかしいこれ恥ずかしいな。まあええか、これぐらいちょっとキザな方がな、喜ぶもんな。よし、ちょっと見てみよう。再生と。あれ、ゆうこ元気ですか？僕は元気じゃないです。ブチブチ言うてやっぱ古いな。あーあーあー、ビデオレターやっぱ古いな。これ昔のやつやが、ちょっともう一回再生して。大丈夫？ブチ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 言うてる。あー、来た来た来た、大丈夫？君のこと考えて。いやモザイクなってるやん。立ちます。いや立ちます言うな、モザイクじゃなってる。元気になります。いや元気、いやあかん、モザイクやこれ完全に。最後に伝えたいこと。え、それはモザイク。
前より大きくなります。恥ずかしい。最悪やこれ、最悪やわ今の。いやこれ完全に変態ビデオやないかこれ。前股間モザイクで立ちます、大きくなります、絶対あかんわ。こんなもん送ったら通報されるわ俺。いやあかんな、これ古いな。もう一回撮ろう、やばいなこれ。もう一回や、録画と。ゆうこ元気ですか？僕は元気じゃないです。でもゆうこがくれたこの花をいつも君だと思って話しかけています。ゆうこ、日本に帰ってきたら結婚しよう。気にしないでね。あ、そうだ、最近こんな面白いことがありました。おじいちゃんがラズベリージャムを買いに行ったら間違ってペディグリージャムを買ってきました。面白いでしょ。またビデオレター送ります。よし、ええんちゃう今の。ちょっと笑いもあるしクスってなるやろ。ちょっと見てみよう。再生と。ゆうこ元気ですか？ええやんか。僕は元気じゃないです、うん、でもゆうこがくれたこの花を、あ、そうそうそう、いつも君だと思って話しかけています。あ、いい感じ。ゆうこ、日本に帰ってきたら結婚しような。あ、言っちゃった。いや枯れたよ。花枯れた。あ、気にしないでね。気になるわ。あ、そうだ、最近こんな面白いことがありました。めちゃめちゃ気になる。なんでカットされてんねん。誰や編集したん。誰や、なんでや。面白かったやろ、ラズベリージャムとペディグリージャムのやつ。なんでや、編集マンがおるなこれ。何なっとんねん。赤、もっかいや、もっかいや、録画と。ゆうこ元気ですか？早く会いたいです。ちょっとこんな感じでええかも。見てみよう、再生と。ゆうこ元気ですか？やってるか、こんな。早く会いたいです。いや、ブローカーやねん。どっから撮っとんの？角度おかしいやろ。ゆうこ、俺から言わせると、え？騙す方より、騙される方が悪いんですよ。言うてるか、こんなこと。いや、どっから撮ってんの、このカメラ。いや、ブローカーやか、もっかいや。再生と。ゆうこ元気ですか？君のためにギターを練習して歌を作りました。聴いてください。好きだ。じゃじゃんじゃん。好きだ。よし。ラブソング聴くもんな。よし、見てみよう。再生と。カウントダウン TV をご覧ください。いや、なんでカウントダウン TV になってんねん。マキシシングル、好きだ。聴いてください。どうぞ。いや、古っ。マキシシングル言うてる。古いやつ。またよう見たら古いタイプのミュージシャン。いや、なんでカウントダウン TV になってんの。ほんで赤、もっかいや、録画。ゆうこ、僕は君のことばかり考えています。早く会いたいです。愛してるよ。もうこれでええやろ。これシンプルでええか。これや、再生と。ゆうじ、你幾好嘛。你唔喺日本我好悶啊，日日都掛住你，咁樣合埋眼就會諗起你，真係好想見你啊！いや、香港映画やないかこれは。どないなってんねん。いや、NG シーン入ってる。いや、いらんわ NG シーンこんな。いや、わかんない NG シーン。いや、もうジャッキー・チェンのプロジェクト A やこれ。ええねん、最後 NG、しょうもない NG シーンやな。使うねん、やってるかこんなこと。いつやったんやこれ。いや、ジャッキーの衣装やないか。ほんでジャッキーがよく着る衣装や、プロジェクト A のエンディングのやつ。いや、こんなこともやってないわ。なんやこれ。いや、すごいな。ほんで今の、いや、よくあるジャッキーがこうスタッフにこう抱えられるやつのシーン、よく見たことあるわ。ジャッキーの痛いやつや。ええねん、こんな。なんで最後 NG シーンやに、ね、クランクアップしてるやん。なんやこれ、いつ撮ってたんや。いや、ジャッキー・チェンの映画みたいになってるよ、プロジェクト A の最後。いや、抱き合ってるな。いや、もうええわ。